海浜域の土砂の輸送、強いては放射性物質の輸送というものを支配するのは波だという話をしました。で、この波というのを記述するときに僕らはいくつかのパラメータを使うわけです。で、今海浜の断面とそこで起きる、波に生起するような、水の動きというもの、それによる区分分けですね、あとパラメータというのを示しています。で、波を記述するときに大事なパラメータって何かっていうといくつかあって、例えば波の周期、どのくらいの間隔で波がやってきますかっていうの、それから波がどの水深に入って通過しているかということね。それとあと波の高さ、高い波ですか低い波ですかということ、それとですね、例えば波長、波の峰から峰、もしくは谷から谷までの間隔、波長なんてのはどんなになりますかというのが、基本的なパラメータですね。で、この波長と波高を使ったパラメータとしてウェーブスティープネス、波形勾配なんてのがあります。これ何かというと、波高を波長で割った間ですから、どのくらいその反り立った波か、波形勾配が大きいってことは反り立ってる波で、波形勾配が小さいってことは、より穏やかな波だということになります。で、あとあれですね、波が通過する速度ね、セレリティなんて言います、波速と言いますけど、これというのは一周期分の距離を一周期分の時間で割った値、波長を周期で割った値として与えることができるというのもいいですね。さあ、こういった波の所限というのを考えるときに、僕らが測れるパラメータって結構限られてで、いろんなところにですね、実は波のゲージっていうのがあって測ってるけれど、そこで測れるのって何かというと、例えば波の周期であるとか、波の波高なんてのは測りやすいですね。で、水深っていうのも無駄、測れますよね。波長って測りやすいかな、それとちょっと難しかったりする。波速もちょっと難しいよね。ゲージ1個置いといて波速を測ってください、ここで、水面がどういうふうに移動して変動してるかっていうのを測っても速さって分かんない、だったりするんで、じゃあその時に、この速さだとか波長だとかっていうのを求めたいなんていう時に何をするかというと、理論式を持ってきてそれを使って計算をしてやるということをするわけです。で、水面波の理論って比較的単純なやつ持ってきましたけれど、一番簡単なのは微小振幅理論、線形波理論と言われるやつですね。で、もうちょっと難しくするとですね、有限振幅理論なんてのがあったりします。で、いくつかのその理論というのがあって、その条件によって使い分けをするわけです。ここにはですね、いくつかのその推理実験を行う装置があります。で、実際にこう水を流したりだとか波を起こしてどういうことが見られるのか、そういう実験をするための設備ですね。こちら側から、これ僕のじゃないんですけれど、河川のような流れを再現するための装置、どちらかというと今農林の関連の皆さんが、生物資源の方々が、用水路なんかの実習をするのに使ってる感じかな。で、こちらがですね、青いのがですね、波を起こす装置です。で、向こうの灰色のはですね、波と流れを一緒に起こすことができる、そういう装置になります。ん？あ、もういつでもいつでもいつ始めてもいいよ。さっきより違う、さっきと違うね。いろんな条件やるから。
どんなもんですか。あまりね、難しい数値使いませんからね。1.05 秒とかそういう意地悪しないですから。1秒、今周期1秒の波です。じゃあ今これ箱をどうですか、頑張ってちょっと測ってみてください。これはね、気配を入れないとなかなか測れませんからね。上と下でね、差分を取ってね。30ミリ、うん、33ミリ。いや、もうそうですと言われれば、あ、そうですかとね。せっかくだからこれ一個ね、波がむちゃくちゃぐちゃぐちゃになってるね。もういいです、いいです。はい、いいですか。せっかく測れた。で今ここにこんな粒子を持ってきました。白い粒子です、ね、これ何かというと、ほとんど水と密度が一緒のそういう粒子です。だからこういうのに入れてやると、ほら水の動きが分かっちゃう。そうするとどういう動き方してるか分かるかな。水面に波が発生すると、ちょっとグズ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 なってるけれど、上の方がぐるん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 いいような動きになってるのはいいかな。あ、そっちへ、そっちにも入れようか、少し。よいしょ。よいしょ。いいものの動き方。水面でこうやって波が起こると、十分に浅い領域であれば、この水面で生じた水の動きというのが底面まで伝わっていって、底面は行ったり来たりする流れ、こういうの振動流、オシレートリーフローというふうに言うけれど、そういう振動流が生じるわけですね。でこの辺の地形っていうのはその振動流で作られたものね。いい？じゃあ今頑張って水深分かったね、周期分かったね、波高も大体測ったね、波長を測りたいです。波長どうしたら測れるだろう。ビデオ、ね、の画像をもらってそれの画像解析すればまあ測れるけれど、今回それはなしで、なしで。先ほど説明の中で波速って話をしましたよね。セレリティについて話しましたよね。波速というのは波長を周期で割った値です。いやでも今もうみんな周期は分かってるんだから、波速が分かれば波長を出すことができますね。で波速を出すことは実はそれほど難しくないですよね。今実はこのワンスパンが2メートルです、およそ。
いい？この青いフレームから次の青いフレームまで2メートルあります。だから2つガラス窓通れば4メートル、4メートルを波が何秒で通過するかって測れば波速出ますね。じゃあちょっと波速を頑張って測ってみてください。これは向こうから波を追跡して、そうそうそう、チェイスして、でここまで来たら測るってことだね。時間、所要時間を測るということをしてもらいます。じゃあこれはね、2、3回測った方がいいかもしれない。いい？こっから用意スタートで、用意スタートでピッて波を追いかけてきて、波を追いかけてきて、波を追いかけてストップ、それは一応波速測れるね。いや、もっといい方法あったらいくらでも工夫してね。いい？じゃあ頑張って波速を測ってみてください。で、波速が測り終わったら私次の条件に変えますから。これはね、あの急いでいかないとダメだからね。もう一回測ってごらん。OK、はい、どれだけ測れたかな。さっきね、波によって水ってのはぐる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 回るような動きしますよって話しましたよね。なんだけど実際のその水の動きって完全に閉じないんです。短周期の時水面近くってこっち側のものの動きになってるよね。これどういうことかというと、ぐるーっと水が回って一周期終わった時には元のところよりちょっとだけ岸に行っちゃう。こういうぐる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 動くような、こういう動きをするわけです。逆に周期が長い時ってのはぐる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 完全にね、一周期して終わったところで閉じてくれない、開いたままだ。だからもう次のやつが来て、次のやつが来て、ぐる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 沖合に運ばれる、そういう動きをします。実は底面近くまでもうちょっと周期長くして底面近くまで物を動かした時に短周期でも底面近くは岸向きになる。それがですね、皆さんに配ったハンドアウトの質量輸送って書いてあるところがあるかな、それだね、左下、2枚目の左下、2枚目、あ、2枚目っていうのは、うん、紙の2枚目ねの一番下の左側ね、それです。で、これっていうのは相対的な水深、相対的な水深が小さい条件だとっていうのが、あ、今相対的な水深が大きい条件というのは今見てもらってる条件、さっき見てもらったものが相対的な水深が、小さい条件、周期が長い波が作用している時、ね、そういう違うものの動きをします。こういうのを質量層、マストランスポートというふうに言います。で、まあ、底面を沿って動くような比較的ね、流形が大きいものっていうのは、まあ、波の条件によって動くんだけれど、浮いてしまう、浮遊して動くような物質っていうのはこういう質量輸送によっても随分影響を受けてしまうわけね。だから僕らが考えなきゃいけない放射性物質っていうのもどちらかというと流形が大きい粒子よりは流形が細かい粘土粒子なんかに吸着しやすいという性質がありますから、表面なんかに浮いちゃうとその波の条件によって
沖合に運ばれたり岸に運ばれてきたりってことが普通に起こりうる、そういうものなわけです。いいですか。で今はこういう断面だけ見てます。クロスショアダイレクションの正面トランスポートだけ見てるけれど、実は本当はロングショアダイレクションの正面トランスポートも加わってくるわけです。実際の海浜域における土砂の輸送だとか、それによって、運ばれる放射性物質の輸送っていうのはより複雑になる。でこれに潮汐タイドが加わって、海流が加わって、オーシャンカレントが加わって、なんていうと非常に複雑になりますよね。まあ、そういうのを、まあ、シミュレーションやってる人たちは複合的に考慮して計算をしているということをやっています。